歴戦をぶっ壊す。こんばんは、犬猫と申します。やっと歴戦をネロミエル行きたいと思います。大ネロソロですよね言うと思いましたよ。大ネロソロですよねって言うと思いましたよすでに人は呼んであるんだすでに人はもう配置済みだ。いや、みんないつも俺がソロ嫌だソロ嫌だマルチ大好きって言うからソロ行けって言うんでしょ。じゃあ逆に、いや、マルチやだなぁ。いやー、ソロ行きてぇなぁ。いや、今日だけはソロ行きたいなぁ。今日だけは。今日だけはソロ行きたいっすね。ソロで行きましょう。ソロどうぞ。ソロ行ってらっしゃい。どうぞどうぞ。なんなん、君たち。で、ソロ？嘘でしょ？一回行きましょう。一回行く？水耐性上げた方がいいですよ。あいつ雷もやばいっしょ。どうせ変わんないよ。水耐性マイナス4。勝ったよ。ソロ行くよ、ソロ。ソロ行けばいいんでしょ、ソロ。一回だけね。普通に負けたらマルチで行こう。負けたらマルチで行こう。一回だけね。先っちょだけソロ行くわ。でもちなみに俺何の動画も見てないから、どんな攻撃あるか全然知らないんだよね。どんな攻撃あんの？俺ネタバレ歓迎派だから、どんな歴戦オーモーションあるか教えてよ。即死あります。いや、またまた。また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 。デコピン10連発またまた。みんなの説明よくわからん。バチン、ドン、バズーンって。擬音語多すぎ。ふわーんってなってボカーンって感じ。わかるわけねえだろ。これだ。なんて読むんでしょう。クエスト名、クエスト名は味方知ってる？名なりはるか遠く。行きましょう。名なりはるか遠く。一応パスワードかけとく？パスワード配信でかけたら意味なくね。みんな5、6、4、なんでもいいや。多分負けると思うけど、負けたら一緒に行こうね。ね？よいしょ。割と新モーションマジじゃないのかな？コメント見た感じ。ちなみに何音？3回落つ。はいはいはい。ここやっぱりな。よし、レッツゴー。間違えた。不動じゃねえこれ久々のさ、もうハンティングなんだよこれ。あ、でもマジで余裕そう。余裕そう、余裕そう。転身してる時だけバカ余裕に見える傷つけますか、とりあえず転身があるうちに。今んとこ何のモーションも変わってないけどね。おい、わ、転身切れた。タイミング悪すぎるっぴ。みんな新モーションの時さ、これって言ってよ。あ、てか、ぶっ飛ばししよう。思った。はい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 。簡単そうや。あ、スタミナ！スタミナ！なんで？金玉切り、まあ、これ当てていく。ガチで？体力とか多くなっただけ？しかも全然食らわないしね。ね、スタミナやけになくなる。やば！そういう技？スタミナがなくなる。絶対それはね、歴戦王のせいじゃなくてね、水やられのせいだと思う。ネロあんまり行ったことない、もともと。待って、水ざられ。は？これコメント遅すぎでは全然見えなかった技。何が起きたの今。既存モーション、あ、歴戦王の技じゃないんだ。やば。でもずるくね、ほぼ一撃って。火力の爆上がり具合がやべえ。いや、今、あ、そういう技？お前、睡眠モーション増えたろ？嘘やろ、お前。どっからそんな息出した？お前、口から変な息出すなよ。ずるっ。こいつ、属性、雷と水だけじゃなくて、睡眠属性持ちやがった。ふざけやがって。あ、カエル、あ、か、今のカットで。あ、そうや、ここカエル2匹おるんやった。待って、こいつ、水属性あられが超めんどくせえ。これ直さないと。おー、耐えたー。今死んだと思った、死んだと思ってめっちゃため息ついてた。いや、ちょっと待って、どうしよう。いや、どうしよう、ちょっとどうしよう。出すしかなさそうですね。いや、皆さん気づいてないと思いますけど、私が何の対策もなしに配信日から1日経った今、何の準備もしてなかったと思いますか？何の準備もしてなかったと思いましたよね。やってやるよ、俺の汚い花火装備見してやるよ。やってやろうじゃん。本当はマルチで使う予定だったんですけど、まさかソロで行くと思わなかったんで、今出すしかなさそうですね、今。ラーメン連れてかないの？あ。お前おるやん。お供のこと完全に忘れとった。俺のこと助けて。完璧ですよ、これ。スキル見てください。アイテムも鉄鋼榴弾てんこ盛り。これやばいよ。防御力見てください。
って。ちょっとどうしよう。いけるって。いけるよね。いけるよね。意味わかんないよ。だって当たんなきゃいいんだもん。対策装備今日作ってさ、一回も試したこと、試し打ちっていうか、この装備試したことないんだよね。え、でも活路はある。だってさ、俺この装備さ、ほら、回数のあるもん。レベル1だけど。回数のレベル1、そんだけって思ってるじゃん、みんな。犬猫さん。それアマちゃんですよみたいな、甘々ハンターですよって思った人いるかもしれないですけど、違うんです。回数の位置だけじゃなくて、人竜の神髄がついてるんですよ。あれ、人竜の神髄ってさ、あれ回数の上げるんじゃなかった？防眼の弾、弓の瓶を消費せずに発射する確率が上がる。あえ、人竜ええ、ナルガクルガの神髄だよね、人竜。え、人竜ってナルガクルガだよね。ナルガクルガの神髄が弾の消費を抑える。回避性能の神髄じゃないの？とりあえずぶっ飛ばそう。やだもう。で、ダウンしたから、ここですかさず、特殊弾、遅くない設置すんだ、めっちゃ遅くない？いけいけ、はい、あ、いや、ちょっと待って、いける、ほら、いける、やってやれるかよ、このゲームよー。ちょっと、もっかいやらせてちょ、もっかいソロで行かせて。絶対防御力がないから負けた、間違いねえ。いや、これで完璧でしょ。金なら無限にあるわよ。え金なら無限にあるわよって言った瞬間、怪我数がガクッと変わったんだけど。え、そんなに来なかったの？待って。危ねえ。金ギリギリやんけ。これ、モンハン人生においては金には絶対困んねえって思ったら、危ねえ。だってさ、やばくねえ？俺、防御力1009。1009だよ、防御力。いや、負ける理由がなくね？ちょっと待って、負ける理由なくね？防御力1000オーバー、スキル完璧。あ、終わりました。え、別に討伐しちゃってもいいよね。倒しちゃっていいよね、別に。雷耐性いくつですか？耐性やばくね？ちゃんと、これ見てほしいんだけど、なんで水耐性の装備持っていかないのって思うじゃん。ちゃんと俺これに、ほら、耐水性4つけてるんですよ。だから、これ着たら、もはや水装備を着てるのと一緒みたいなところあるから、完璧でしょ、俺の作戦。で、特殊。で、撃って切れる前に、はい、オッケー。言いたいことは分かった。あのね、水属性やられがやばいです。てか当たんなきゃいいよね。うっ、ちょっとね、相違が悪いわ、多分相違が悪いっすね。はい、こっから行きましょう。撃って、え、ゼロダメージ、バカな。待って、あ、違う、レベル3 まだ始まったばかりじゃん。撃って、打ち切る前に、はいはいはいっていいんですよね。あれ、合ってます？いた、合ってます？これ体験使おうかな。もう一回だけワンチャンスください。もうワンチャンス、いくよ。ほい、いや、いいよ、食らってる。フルチャーツ同時のダメージを見てほしい。ほら、やばくね？やっぱり体験なんすよね。男は黙って体験。やはり使い慣れた武器は手に馴染む。こっからの俺は一味違うぜ。ネロミエールさんよ。壁はどこ？ここ。あ。え、あ。ハハハハハ。